めちゃモテないサックス午後じゅんさんじゃんじゃん始まるよ。リードをつけては吹きつけては吹きを繰り返すこの男の名は近藤淳。自身の音を追求するため決して妥協はしない。練習しようと部屋にこもっても、この作業で一日が終わってしまうこともしばしば。収入のほとんどをリード代につぎ込むため、食費は節約。彼のおかずは今日も目玉焼き一つ。智子大先生の母がつけたらっきょうが唯一の贅沢だ。らっきょう。新しい箱を開けても見つからないときは、一度弾いたものの中から再び探してみる。しかし、所詮は一度弾いたもの。多少マシなものはあっても、理想の一枚が見つかることはない。ザ・ノンフィクション。これは日本一リードを選ぶ切ない男の物語である。皆様、こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤淳と申します。知っている人は知っている、初めての方は、Nice to meet you! はい、今日は、サンサラをお送りいたしました。リクエストをいただきましたのは、わかこさんです。わかこさん、ありがとうございました。これは、フジテレビのノンフィクションっていう番組のテーマ曲で、智子大先生がこの番組を大ファンでございまして、このようなオープニングとなりました。おかずが目玉焼き一つっていうのはね、フィクションでございます。ご安心ください。本当は二つです。はい。そんなわけで、しかし本当にリードがなくてですね、それを見ていた智子大先生が、ああ、かわいそうねということで、リードエレジーを作りまして、まあ、ぴったりですね、あの曲が。リードエレジーは、なぜか好評で、譜面をくださいっていう方がたくさんいらっしゃいまして、なんか嬉しい限りです。まだまだ譜面を皆様にプレゼントしたいと思っておりますので、万が一欲しいぞっていう方がいらっしゃいましたら、メールをください。そして、僕のようにリードに悩んでるよーって、同じだよーっていう人はコメント欄にコメントをください。仲間を作りたいです。もうね、プロの人で箱開けて順番に使うよっていう人もいるんですね。すごい。もう本当に羨ましいなって思って、その分リードを選ばなくていいわけですから練習できるわけで、まあ必然的に上手になるわけですよね。なんかね、僕もリードを選ばさえしなければ、日本一になってたんじゃないかなって思って、それはないですけどね。本当になんかでも、いい音出したいんですよね。もうそれだけですね、僕は。もうテクニックも何もないんで、もういい音だけ出したい。もう、ただそれだけです。さあ、それでは、最後の曲を一曲歌いたいと思います。ただ、それだけ。ただ、そう。ちゃんちゃん、また見てね。